はい、こんにちは、黒田和也です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、マイクを使ってみました。ちょっと昼間ガヤガヤするので、どれぐらい違うのかなっていうの でちょっと試しですぐやめちゃうかもしれませんが、池早大学の池早さんの真似です。僕彼の大ファンなんで。というわけでちょっとやっていきたいと思います。今日はですね、 YouTuber のための音楽著作権のまとめということでやっていきたいと思います。どういう内容かと言いますとですね、今日はまあ、そもそも著作権とは何か、で著作権の種類で、 YouTube での事例、演奏してみた、 CD に合わせてよくやってるじゃん、ドラム叩いてみたみたいな、これどうなのかとか、 YouTube での事例、演奏してみた、自分たちで演奏した、もう全員ね、バンドで演奏した日本の曲、 YouTube で事例、演奏してみた自分たちの演奏、海外の曲の場合で、YouTube での事例、演奏してみた自分たちの演奏で海外の曲の2、これがですね、ちょっと抜け道みたいなのを一個作ってみました。 YouTube での事例、BGM として流してみたというふうに、これの場合の、著作権はどうなっているのかということを全部やっていきたいと思います。それではやっていきますね。まず著作権とはそもそも何かというと、まあ、作詞作曲者が曲を作った場合ね、で著作権がかかるのは、まあ、メロディーと、そして、作詞の、歌詞に、それのみにかかります。なので、ハーモニーっていう、こうコード進行みたいなものには著作権がかからないんですね。でも、まあ、曲を作った場合はそこに対しての著作権を、作った人が持っているということになるんですね。これは昔はもう野放しだったわけですよ。だから多分1900年代ぐらいになってから、だいぶ整理されて、多分ティンパンアレの時代のその時のポピュラーミュージックの時にやっぱり著作権っていうのがやっぱりこう見直されて、作った人にはちゃんと敬意を払うべきだということでですね。で、まあ、要は演奏しよう、まあ、ある人の曲を使用したいなと思ったら、まず申請をして、で評価を取らなきゃいけない。その時に必要であれば使用料っていうのを支払うという形が、これがまあ普通の著作権の考え方ですね。この曲貸してねっていう話をするということですね。でジャスラックさんっていうのはこれを仲介しています。ほとんどの楽曲はジャスラックさんがやってるんですが、最近ちょっとエーベックさんが多分その離脱したとかそういう話があるんで、エーベックさん自体が著作権を持ってる場合もあるんですけど、基本的にはジャスラックさん、ジャスラックさんのですね、ホームページのですね、検索のページがあるんですよ。これめちゃくちゃ便利でですね、でそれどこまで著作権があるかとか、切れてたらパブリックドメイン PD になってたりとかしてですね、非常に使いやすいですから、素晴らしいものを持ってらっしゃる。だからジャスラックさんってですね、結構悪く言われがちなんですけど、僕ジャスラックさん大好きなんですよ。だってジャスラックさんがいるから、いちいち作曲者にそれを聞かなくていいんですよ。ところが映像とかになってくると、ジャスラックさんがもう持ってないことが多いんで、そうすると本当に本人に許諾をもらっておかないと後でトラブルになる可能性が高いんですね。でもジャスラックさんのところに大概の人はこう著作権を申請してるし、海外の曲もジャスラックさん自体がやり取りをして著作権を持っています。なので著作権、作曲、その曲を CD にしたいなと思ったら、ジャスラックさんに申請すればすぐに許諾が下りて、こんだけ払ってくださいよって形になるんですね。すごい便利なんですね。まあ、ジャスラックさんの考え方としても、これはすごく僕ジャスラックさんに言われてなるほどなと思ったんですけど、もともとこの人が持ってるものを、まあ、先に申請して使用許可を出すっていう形にしないと、あなたが車を持ってて勝手に車乗り回しました、後でパンって来てお金ポンって払って使ったけどこれでいいでしょって言われたら気分悪いですよね、みたいな話なんですね。だから先に著作権をこう、申請した人に対してはしっかりこう対応してくれるんですけど、まあよくあるこう、まあよく話聞くじゃないですか、こういう ライブハウスでライブやってて、著作権を全然払ってなくて、何年にも遡って支払わされてお店が潰れちゃったとかいう話もあるんですけど、まあジャスラックさん的な言い分からすれば、そもそも勝手に乗り回しといて、そんなやつに対して、使用許可っていうのを出してないから、まあ遡って払うの当たり前だみたいな感じで考えてらっしゃるんだと思うんですね。まあただやり方的にはまあどうかなとは思うんですけど、まあということでこういう概念であるということですね。だから先に申請をしなきゃいけないということなんですね。じゃあ著作権の種類になるんですけど、著作権はですね、楽曲著作権と作詞、まあ、作詞の著作権がもちろん、曲に関してある著作権があるのと、著作隣接権っていうのは、これが結構ね微妙なラインなんですけど、これまあちょっとすいません、レコード、今時レコード CD っていうやつがこの、新しいこのこれに入ってなかったんで、まあレコードをちょっと選ばせていただきました。ちょっと古臭いですけど、でこのレコードね、作った CD とかを作った場合には、これ原版権っていう、制作をした人、要はこれ広めていくのにこう作って、こう制作にこう従事した人が、この音楽のね、要は曲だけ
譜面だけあったって、譜面と作詞のやつだけあったって手軽に音楽は楽しめないから、それをパフォーマーがちゃんと演奏してやっていくところにこう要はまあ要は貢献してくれてる人じゃないですか。だからその人に対してこう原盤権、この録音した演奏に対して原盤権っていうのがあるのと、もちろん演奏した人にはその演奏した権利があるんですね。ただその大概そうですけど、まあこうレコードレーベルの人は原盤権をこう作った時にこう演奏権をもう包括で買い取っちゃってるんですね。で原盤自体にも演奏のところはもうまとめて包括で、レコードとしての著作権があるという形、原盤権になってることが多いですね。でないとこう原盤自体がね、毎回毎回それをこうなんか移籍したりとかするときにこの演者に聞かなきゃいけないって形になっちゃうんで、もう買い取りにしてしまって原盤自体にその著作権を載せてしまってる場合が多いので、ここはもう一緒になってるってことですね。でここが一つ注意しなきゃいけないのがシンクロ権っていうのがあります。シンクロ権って何かって言ったら、演奏、楽曲の演奏をですね、それをこうなんかこう映像と融合させた場合にですね、これどうですかね。例えばあなたが作曲したとしてですね、例えばそれを例えばこう子供をこう殴ってる映像とかね、そういったものにこうのバックの BGM 流されたら嫌じゃないですか。だってすごくその、自分の作った曲がすごく汚されるみたいな感じがするんで、要は映像に関して一緒にシンクロさせた場合はシンクロ権っていうのが別個にかかるんですね。それはまた別に許諾を得なきゃいけないし、それに使用料が払う。で日本の場合はここの原版権のところにほぼほぼ包括してそれは成立してるとされてて、それに対してまあ支払いをするっていう形になってるんですね。でここ海外の曲に関してはジャスラックがどうしてもここ手をつけれないらしいんですよ。なので海外の曲を使うときは本当に注意してくださいってジャスラックの人に何回も言われましたから。なので海外の曲ってなかなか難しいんですね。だから僕がずっと扱ってる曲は基本的に著作権が切れてる曲とか、ジェローム・カーンさんとかガーシュインさんとかが切れてるんで、ものすごい調べてパブリックドメインを見つけて、その曲を僕たち自分で演奏して使ってるものしか上げてないんですね、僕の場合は。はい、じゃあ皆さんの気になる YouTube での事例ですね。叩いてみた、レコードを流してドラム叩きというのはもう皆さんもうなんとなく聡明なんでわかると思いますが、もちろん原盤権とシンクロ権を侵害しています。なのでこれはもう絶対にこれはもう完全にアウトですね。原盤権の侵害です。これはまあ放置されてるって感じですね、今の場合はですね。ただYouTube さんって、まあ、今こうぐっと伸びてるので、いつこうだんだん厳しくなってきてるじゃないですか。だからいつバーンと摘発してバババババババってこう消されちゃうかわからないですね。ちょっと怖い事例なんですね。だから気をつけましょう。 YouTube での事例、演奏してみた日本の曲の場合は、全員で演奏した場合は楽曲、これですね、YouTube さんっていうのは包括でですね、もう著作権をジャスラックさんに支払っていただいてるんですね。だから楽曲著作権、作詞著作権は全然大丈夫ですね。原盤権、原盤使ってないですから大丈夫ですね。シンクロ権も日本の場合は包括になってるので大丈夫です。これは全然 OK ですね。だから日本のポップスの J-POP の曲をカバーして自分たちのバンドで演奏して YouTube に上げる、これも全然 OK なんです。どんどんやっていただきたいなと。で海外の曲の場合はさっき言ったところでシンクロ権を著作権侵害してるんですね。だからこの自分たちで演奏してたとしても海外の曲の場合はシンクロ権を主張される可能性があるわけですね。そうなった場合は、基本的にもう思いっきりシンクロ権違反してますから消されたりとか、もしかしたらお金をこう請求されたりする可能性があるということですね。ここはちょっとその YouTube さんは支払ってくれてるのは楽曲著作権と作詞著作権の部分だけなんで、ここの原盤権とシンクロ権の方を注意しなきゃいけないということなんですね。はい、演奏してみた海外の曲の場合ですね、海外の曲の場合でもう同じことなんですけど、これね散々聞いたんですよ。これどうですか、これどうですかって言ったらですね、静止画とシンクロしてる場合大丈夫。だから自分たちで演奏しておいて、バックグラウンドの演奏をこれ YouTube さんって MP3 をドロップできないんで、必ず動画にしてからドロップしなきゃいけないんですよ。その時にイメージが何か一つの静止画であれば、
これ別になんかもしその暴力的なイメージがとかね、なんかちょっとエッチな、ね、映像とかにこうやったら、これはなんかシンクロ圏中なんか主張されそうな気がするんですけど、静止画の場合は大丈夫なんそうですよ。なので静止画とこう自分たちの演奏をこう、例えばまあ自分たちのこうミュージシャンの写真となんかこうアピールって してるような文字を入れて、それで自分たちがこうなんか海外の曲を演奏してるっていうのは、これは OK なんですよ。これね、意外とあの他の人誰も主張してませんから、これものすごくいい情報だと思うんですよ。有料級ですよね、ということですね。で、まあ、流れから見て皆さんもお分かりかと思いますが、まあ、ダンスをしたりとか自分が司会をしているときに BGM に CD の音を流すっていうのはもう原盤権とシングル権思いっきり無視なんで、これは、原盤権の侵害ということで、日本の曲であっても海外の曲であってももちろんダメです。なので、YouTube さんはあと YouTube ライブラリーっていうのを用意していただいているので、その著作権の切れてるやつっていうか、著作権自体が、もう買い取って、YouTube が持ってるやつはこれは商用でも何でも使ってくださいねっていうことなんで、それを BGM に流したりすることが、まあ、あとは海外とかでも日本のやつとかでもそうですけど、著作権包括で、買い取りでダウンロードできるサイトっていっぱいあるんですよ。だからその著作権買い取ったままの音源をやっぱ使わなきゃいけないですね。ここはすごい注意していただかないといけないんですが、その、 あの海外で買うやつでもですね、ちょっと注意しなきゃいけないのは、買った時にはあの著作権は許可されてるんですけど、期限が決められてるやつがあるんですね。でこれはある事例で僕教えていただいたんですけど、期限が切れた瞬間に急にですね、朝パッて起きたら BGM にしてるやつが100個ぐらいですね停止になってて、うわーって思ってもうほぼほぼバンされてしまう、ギリギリまで行ったっていうところがっていう事例があるんで、これちょっと怖いんで、この辺もちょっとよく気をつけてくださいね。だからそのまあ、あのダンスしそうないい感じの EDM の感じの、著作権包括のやつってサイトを見つけるとあるんで、そういうところでダンスしていただければ全然いいかなと思いますね。星野源さんの恋ですね、星野源さんの恋のやつはあれはですね、原盤権をですね解放したんですね、期限付き でこれまでの間は YouTube でどんどん踊ってみた出していいよっていう風にしたんですね。だからすごく流行ったんですけど、あれ期限切れたんで原盤権主張し始めたんでザーってみんな消されちゃいましたね。だからあれは期限付きで、原盤権を解放したっていう形になっているわけですね。はい、以上でございました。というわけでまとめとしては、著作権にはかなり気をつけてやらないといけないんで、僕もかなりシビアにやってますけど、皆さんも著作権ですね、 YouTube せっかく育てたのにですねバンされてゼロになっちゃうってことはありえますから、非常に気をつけてやっていただきたいなと思います。自分のまとめがてらにまとめておきましたが、ぜひ有効活用していただければと思います。本日は、以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方は、いいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方でぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。3大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。